サーブランスピード12はイギリスの自動車メーカーである TVR が開発していたスポーツカー。名前の由来は V 型12気筒エンジンを搭載していることから。スピード12は FIAGT 選手権参戦を目的としたレーシングカーとして開発がスタートした。スピード12の元となったのは1996年の英国国際モーターショーに出展された。 プロジェクト7-12コンセプトである。エンジンは2台のスピード6をクランクシャフトを介してつなげられた 7.7LV-12 エンジンで、その時のアナウンスでは、このマシンは800馬力以上の出力を持っていたという。トランスミッションはホリンジャー製6速 MT を搭載している。その後、スピード12と解消され、 ロードバージョンとレースカーの開発が並行して行われた。そして2000年、サーブラウスピード12が完成した。いかにも DVR といった外装に、プッシュロッド式、サスペンション、アルミハニカムスチールパイプハイブリッドフレームなど最高技術を、ふんだんに取り入れていた。スピード12には7、12コンセプトに搭載されたのと、同じスピード12が搭載された。 行動仕様で880馬力以上を発揮し、交渉最高速実速 386km は、世界でも有数の速さであった。なお、レース用に開発された、スピード12は、レギュレーションの関係で、約675馬力にまで、パワーダウンされていた。ロードカーの方は、かなりの数の注文が殺到し、価格は18万8000ポンドと、 力大で最も高価な TVR 車となった。しかし、800馬力の超高出力エンジンを搭載していながらも、安全装置を一切搭載しておらず、かつパワーを伝えるのが、後輪のみ、さらには大型な車体による取り回しの悪さから、どのように考えても市販できるマシンではなかったため、当時の TVR 社長であったピーター・ウィラーの判断で計画は中止された。 その後スピード12のプロトタイプは各地のショーなどで展示されることとなったが、あるオーナーに対してプロトタイプのうち1台を販売することを決定した。社長であるウィラーが自ら本人に面会して販売するのにふさわしいと判断された後、その人物に販売された。ありがとうございます。